吉久の手前あたりでハーフの一番後ろの方の選手に追いつく可能性があると思いますので、追いついた場合にはですね、センターライン側を通って、折り返しがしやすいように外側に行っちゃうと、ハーフの選手とぶつかったりしますので、先頭の方のランナーは十分ハーフの選手に気をつけて、センターライン側を通って折り返しをスムーズにできるように協力してください。Yeah.